駅に到着する気仙沼線下り列車3番線に停車中の気仙沼線列車 BRT 乗り場で発車を待つ気仙沼線 BRT 全八駅は宮城県石巻島エアチア座中曽根にある東日本旅客鉄道の駅並びにバス停留所である鉄道駅としては石巻線と気仙沼線が乗り入れこのうち石巻線を所属線としている気仙沼線は当駅を 線路名称上の起点としているが、一部の列車は石巻線を通して小保田駅まで乗り入れている。バス停留所としては、下善沼線 BRT の起点となっている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。互いのホームは湖線橋で連絡している。小保田駅が管理する無人駅で駅舎内には、 自動券売機並びにロケーションシステムが石巻線用と気仙沼線 BRT 用でそれぞれ設置されている。2020年3月14日までは JR 東日本東北総合サービスが駅業務を受託する業務委託駅であった。2015年には気仙沼線 BRT の当駅への延伸に伴い乗降場が駅前に設置されている。 JR 東日本によると、2018年度の鉄道の1日平均乗車人員は161人である。無人化に伴い、2019年度以降の鉄道の利用状況は公表されていない。また、2020年度の BRT における1日平均乗車人員は8人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。元の河南町の中心集落である。 BRT, ありがとうございます。